こんにちは、パワーパワー英会話のシモンです。 Good afternoon everyone! How are you guys doing today? 皆様、今日はいかがお過ごしでしょうか？ By the way, it's so warm today in Tokyo! そうですね、今日は暖かいですね。I wonder what the temperature is. 今気温どのぐらいなんだろう。 Right now it's, it says it's 17 degrees. なので結構まあ暖かいんじゃないかなと思いますね。 And it's a beautiful weather today. 天気もいいですし、 Yeah, もう本当になんかこう comfortable autumn weather. 心地の良い秋の天気っていう感じですね。Yeah, but one thing we have to be careful is the temperature difference. そうですね、気をつけなきゃいけないのはこの寒暖差ですよね。 Yeah, especially、for the middle ages. そうですね、こう、まあ、人生のですね、半ばにいる年齢っていうんですか、まさしく私のことなんですけれども、 Yeah, あのね、ちょっとやっぱりこうヒートショックとかね、いろいろなんか気をつけなきゃいけないものがありますので、 Yeah, we have to be careful ですね。Well, yeah, I'm getting weaker to the cold. そうですね。やっぱりこう寒さにはどん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 弱くなってきてますね。暑さにも弱くなってきてますね。なので、こう本当に暑すぎず、寒すぎず、もうちょうどいい温度っていうものがね、あの私の生息できる温度なんじゃないかなというふうに思っております。Okay, それでは Let's move on to today's listening marathon, Japan 9でございます。はい、マイルストーン、Japan 10、もうね、もう目の前でございますね。なので、はい、引き続き頑張っていきましょう。Okay, so are you guys ready for today's listening marathon? 皆様、心の準備はできましたでしょうか？それでは行きたいと思います。Heat tech is a type of warm clothing made by a Japanese brand.答えは Heat Tech is a type of warm clothing made by a Japanese brand. ヒートテックのことでした。もうね、やっぱりヒートテックはね、もう私たちの生活の中でね、もうこう当たり前のような存在になっているので、これもまた日本の文化じゃないかなと思っております。OK, では let's take a look at the grammar. まずは Heat Tech ですね。これ、綴りが T が2つ入りますね。Heat Tech ですね。でも発音は多分 Heat Tech なので Heat の T は発音しないでもう He からの Tech になりますね。 Alright, and then is a type of warm clothing なので、まあ、暖かい服のような、まあ、なんかタイプの一つみたいな感じですね。それも Made by a Japanese brand、 もう日本のねブランドがこれを作った、まあ、ユニクロですよね。なんか2003年からはい、Heat Tech was introduced by Uniqlo なので、うん、そう考えるともうね、もう20年ぐらい経ってるんですね。すごいですね。Yeah. Okay, それでは let's take a look at the pronunciation. そうですね、だから Heat Tech が Heat って止めて、その後に Tech で Heat Tech is と am をくっつけちゃいましょう。Heat Tech is a で、Type と of もくっつけて、O の呪いに気をつけてください。Type of になります。Heat Tech is a type ofWarm! これ難しいんですよね。これやっぱり Warm って言いたくなっちゃうんですね。 Warm を伸ばすような感じで Warm から M って言いたくなるんですけど、綺麗な発音をするためにはまずは W から入って W、 ここから A を入れていくんです。 Warm! そして R ですね。 Warm! で、うん、なので W とあと、と、うん。で、これをつなげると、warm っていう感じで、これ結構難しいんですよ。warm。なので、をからあに持っていくんですね。で、warm。なので、ちょっと練習してみてください。で、warm clothing。clothing の G は発音しません。そして、made to buy。made をね、D 発音しないので、made って止めて、made by やで、Japanese。Japanese は Jap。Jap、A を最初に出していますね。Jap。で、そこから Pnese です。パニーズではないんですね。Japanese。で、Brand も A をしっかり出して Brand。こんな感じです。Heat Tech is a type of warm clothing made by a Japanese brand。そうですね。私も Heat Tech にはもう大変お世話になっておりますね。Especially in the winter,
いやもうヒーテックがないともう本当に何でしょうね、生きていけないんじゃないかなっていうぐらい、 especially in the cold winter when you go outside、 もう本当にすごい寒い冬で外に出るときにはね、もうやっぱり you need the heat tech underwear、 もう上下ね揃えないと、なんでしょう、風が吹いたりとかするともう寒くてしょうがないんですよね。でも one thing that's a problem for me、 私にとってちょっと問題一つは、ですね、まあこれはヒートテックじゃないんですけれども、 it's because the air is really dry、 すごく乾燥してるじゃないですか。 And then when I wear heat tech、 それが、外の服、まあ何でしょう、あのヒートテックで内側にね、肌に身につけている部分で、でそこからまた服を着るので、その摩擦でスタティックエレクトリシティ、静電気をすごく溜めちゃうんですよ私。なのでもうね、もうあっちこっちバチ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 しちゃうので、 It's kind of like a prank みたいな、なんかドッキリみたいな感じなんですよね。パチいたみたいな感じで、 And thenうん、そんなにこうなんかこう周りから見て分かるものじゃないじゃないですか、静電気って。だからこの人なんでいきなりこうなんかいてとか言ってるんだろうみたいな感じで驚かれるので、 Yeah, I don't like static electricity and I can never get used to it。 慣れないんですよ静電気。もともと私ビリビリ系嫌いなんですよ。あのなんかあのビリビリのおもちゃとかも俺も大嫌いなんですよね。だからね、慣れないですね。I never get used to it. And for those of you who are wearing heat tech, did you know that heat tech degenerates? 皆様、あのヒートテックをね、特に着ている皆様、知ってましたか？ヒートテックって劣化するらしいですね。まあ私もちょっと読んだ、なんか記事で読んだだけなので、まあ、本当かどうかよくわからないんですけれども、なんかねやっぱりまあまあ服ですしね、あの素材というものは劣化していくものなので、まあそれはもう必然的にしょうがないとは思うんですけども、3年ぐらいなんですって。でやっぱりこう何でしょう、素材が劣化していくので保温性が下がるらしいんですね。 You should renew your heat tech once in 3 years。 そうですね、3年に一度変えた方がいいということでしょうかね。なんか私のイメージですと、やっぱりこうなんでしょう、服ってこう長いで聞いてるとね、味も出てくるので、どんどんなんか保温性が上がってくるのかなと思ったら、そういうわけじゃないらしいので、やっぱりね、あのヒートテックも変えた方がいいみたいですね。 OK、 それではね、これから、まあ今日は暖かいんですけれども、well in Tokyo なんですけど、 Yeah, please、be careful。 これからね、どんどん寒くなっていきますので、あのヒートテックとか着て暖かくして、 Don't catch a cold, okay? Alright, それでは Yes, 発音練習を怠らないようにしてください。 Please practice pronunciation. Okay, それでは I will see you next time in the listening marathon. Take care guys, have a nice day. Bye. Power. 日常英会話リスニングでネイティブの英語が聞き取れるようになります。1週間に1回のレッスンをお好きな時、隙間時間にトレーニングをすることができます。さらに日常英会話リスニングでは、リスニングだけではなく単語、表現、文法なども学ぶことができます。シモンと一緒に発音トレーニングをして、ワンセンテンスをネイティブスピードで聞き取れるようにしましょう。入会金、追加料金、期間の縛りなど全くない、安心して受講できる月額制です。詳細はパワー英会話のウェブサイトを Please check it out。 さあシモンと一緒に楽しく英語を学びましょう。 Power!